皆さんこんにちは、こんばんは。ギタスキーこと藤原と申します。今日もよろしくお願いいたします。今日なんですけれども、ヤフオクで落札しましたムーンのギターを開封してみたいと思います。でこんな感じでハードケースに入っておりますの で今から開封をしてみたいと思います。私も全然ね、中見ておりませんの で実際開けてみたいと思います。ちょっと梱包を開けるのに手間取りましたけども、実際に見ていきたいと思います。こんな感じでございますね。見えますかね。ブランドはムーンになりますね。かなり古いギターですね。これはシリアルとかはちょっとわかりませんが、そうですね、相当古い感じはしますね。ポイントはやっぱりこのピックガードアッセンブリーのとこですね。これがシェクターパーツなのかどうかっていうところになります。今日はですね、ヤフオクで落札しましたムーンのギターですね。ステーブルカスターモデル、相当古いものになりますね。こちらのですね、まずボディネックの仕様から見てみたいと思います。ネックの方ですね、メイプルワンピースネックになりますね。多分これは PGM のネックだとは思いますけれども、ボディの方ですね、こちらは、当時のアッシュですね、綺麗な木目のアッシュが使われております。なかなかパッと見、傷は多いんですけども、リペアすると綺麗な感じに仕上がるのかなというふうなギターになっていると思います。ムーンのギター細部見ていきたいと思うんですけど、まずネックの状態ですね。そうですね、弦がちゃんと張られていないので、逆反りになっておりますけれども、修正できる範囲かと思います。フレットですね、あんまり状態が良くない、相当これ引き込まれてますね。多分この感じだと、そうですね、6部はないかなというふうな感じです。かなりちょっとフレットが減っておりますね。ボディの方なんですけども、蛇行はありますが、大きな木部のダメージはなさそうですね。かなり、そうですね、80年代だと思うので、かなり、そうですね、若干ありますけどね、修正できる範囲内だと思います。一番のですね、やっぱ興味があるところ、このピックガードと船型ジャックなんですけども、これシェクターパーツの可能性が、相当あります。パッと見、ブラスで全てできてますので、ネックのバックプレートも多分こちらもブラス、同じものですね。多分裏側見てみるとシールとかがあるかと思います。これがシェクターパーツでしたら、かなりお値打ちなギターになります。弦を外してみたんですけど、ちょっと気になる点は、ペグの裏側ですね、だいたいこの辺に
ブランドの名前が、まあ、入ってたりするんですけども、これがちょっと見当たらないですね。もしかしたらペグの方は変えられてる可能性はありますね。テンションピン、この部分はムーンの多分純正ですね。そうですね、ブラスのナット多分この感じは純正だと思いますね。でやっぱり気になるのはこのアセンブリーですね。アセンブリーが、まずシェクターのオリジナルパーツかどうかですね。これ開けないと分かりませんけども、次に気になるのがこのピックアップが、シェクター製かどうかですね。多分この外観からするとモンスタートーンではなくそれより古いものに、なってくるかと思います。そうするとこのピックガードだけ、このアセンブリーの部分だけですね、すごい高価なギターになるというふうになります。このスイッチですね、この3連のスイッチも初期の珍しいものになりますのでね、この部分だけでも相当な値段になるギターだと思います。ネックの方をバラしてみました。全体的に傷が多いネックに、まあ、なってますけれども、まあリペアは全然、まあ、できる範囲ですね。タッチアップで、済む範囲です。若干あの指板のへこみ等ありますけれども、こちら全く問題なくリペアできる範囲内ですね。ネックの裏側ですね、何もあの書かれておりません。あのこれ全くあの PGM ともムーンともシェクターとも何も書かれておりませんね。ネックの方はメープルワンピースのつば出しの22フレットで、ポジションマークも白ですね。これ私が持っているもう一つのムーンのギターと、全く同じです。気になる点はやはりペグの方ですね。ペグの方が多分何か変えられてるんじゃないかなという風な形ですね。やっぱりネックの方ですね、やっぱり純、そうですね、じゃ、まあストレートっちゃストレートなんですけども、ちょっと緩めてみないと何とも言えないですね。そうですね、指板あんまり状態は良くはないですね。あんまり状態は良くないんですけれども、これちょっと一遍弦張ってみないと何とも言えないですね。指板修正で治る範囲なのかフレットで治る範囲なのかはちょっと分かりません。フレットは全体的にもう減ってしまってまして、相当、そうですね、あのこの6弦の付近がかなり減っているので、この辺ですね。ハイポジションはそんなに減ってないですね。ローポジションをかなり、まあ、使われてたのかなというふうな印象があります。ローポジションは、あの、指の形で、あの、凹んでますね。こう、かなり凹んでます。塗装が、凹んだ感じがしますので、ローポジションで、もうメインに弾かれてたんじゃないかなというふうに思います。そうですね、ネックの状態やっぱりあの年代なりだと思います。ただリペア十分できる範囲内だとは思いますね。こちら私が持ってる同じぐらいの時期の、同じメーカーのネックになります。まあ、ちょっとリペア仕掛けて置いてあるんですけども、握った感じとかですね、作りはもうほぼほぼ一緒ですね。握った感じとか、あとその、まあスカンクラインのですね、これは裏側のスカンクラインの木材の入れ方とかですね、あとあの、まあちょっと細かいところなんですけども、この、ネックの元部分ですね、こちらの処理が、全く同じ。サンダーとか当ててると思うんですけども、それにしても処理が、寸分違わず一緒と、あとですね、この
後ろの部分ですね、後ろの部分の処理ですね、ネジも一緒ですし、つば出しの間隔も一緒なので、これ多分同じ時期に作られた、ギターだと思います。結論から言うと両方80年代か90年代初めのすごい古いギターというふうになります。ボディの方なんですけれども、こちらは、ちょっと重めのアッシュでできてますね。もうこの辺で、分かります。この、方の部分もね、結構木目出ておりますけれども、綺麗なアッシュですね。間違いないです。そうですね、ちょっと 2P か 1P かは分かりませんが、木目からして多分、そうですね、2P 以上だと思いますね。多分これ、この辺の木目からして 2P 以上だと思います。ネックポケットの方ですね、何も書かれておりませんので、ムーンとかですね、ルカサーとかですね、そういう記述一切ございません。これ私が持っている古いムーンのギターも同じなので、多分これは、そうですね、初期のモデルじゃないかなというふうに思います。もうこのピックガードの、これ開けてみないとわからないんですけども、これが、シェクターなのかシェクターではないのかで、かなり違いますし、多分私たちが見てたシェクターパーツですね、ブリッジも含めてシェクターパーツが贅沢に使われているので、こちらは古いムーンのギターで、ピックガード部分とか、船型のジャックとかですね、こういうノブとかですね、トレモロなんかが全て、シェクターパーツでできてるんじゃないかなと思います。これが私の持ってるもう一つのシェクターの、部品で、裏にシール貼ってますよね。シェクターのシール貼ってます。これがあればもうほとんどシェクターで間違いないと思います。このピックガードですね、今日紹介する赤いギターのピックガードも裏の仕上げとかですね、全く一緒なので、厚みとか材質も一緒なので、こう見た感じですね、こう見た感じがもうすでに、同じになりますのでね、こういう感じですね、ちょっと見にくいかな、こういう感じですね、同じになりますのでね、全くシェクターのパーツ、当時もののシェクターのパーツと言って間違いないと思います。こちらはフロイトローズ用にですね、この辺加工されてますけども、こっちはシンクロですのでね、加工されてない加工前の状態というふうになります。ボディの方なんですけど、ネックポケットですね、何も書かれてないですね。私の古いもう一つの、ボディもですね、何も書かれていないので、キャビティの部分も、何にも記入はありません。多分これが普通なんじゃないかなと思います。で、あと私がすごい嬉しいのが、このトレモロなんですけども、シェクターの形で上が全部ブラス。これ多分シェクターパーツだと思うんで、すごい磨いてあげれば相当綺麗になると思います。これだけでかなりお宝ですのでね、裏側はこういう感じ、ちょっとスプリングで見えませんけれども、裏の方も、綺麗な感じですね。お尻の方ですね、こんな感じで、傷はありますけども、リペアの範囲内、リペアすることで相当、いいギターによみがえると思います。これが、10万そこそこであれば、全くいい買い物だったのかなというふうに思います。綺麗にして持っていれば、売るというふうな前提では考えておりませんけれども、かなりの値段になるのかなというふうに思います。これ私が持っている別のムーンのピックガードを、今日のギターにつけてみましたけど、
穴一から何からどんずばでぴったりになってます。まあ当たり前なんですけども、これでもうあのムーン製のシェクターパーツであることが間違いなく証明されたんではないかなと思います。今日のまとめなんですけども、私がヤフオクで購入しました、古い、ムーンのストラトなんですが、もうこれ私が思った通りですね、シェクターパーツ、オリジナルシェクターパーツ満載のギターでした。私があの追い求めていたあのものにすごい近いので、これからまあリペアをしていこうと思うんですけども、まあフレットの部分とかですね、若干まあ減りはありますけども、ネックの部分全部あの直しますのでね、あのこれは自分でまあ打てばいいっていうことになります。あとまあ傷消しですね、傷の方ありますので、パーツ磨きとかですね、あのやっていけばかなりのクオリティのギターになると思います。一番嬉しいのはやっぱりこのパーツが残っていたということですね。オリジナルの状態で、まあ、加工されることもなくですね、あの船形ジャックとか、あのこのトレモロとかですね、ノブの方とか、あの全て残っていて、あのいい感じで使えそうというのはですね、あの非常に嬉しいですね。あの本当にいい買い物だったと思います。ではまた次回の動画で。